僕アニメですと一番最初に多分、ちゃんと共演させてもらったのは、あのエヴァンゲリオンだと思うんですけれども、ね、はい、覚えてます、ね、エヴァンゲリオン覚えてる、覚えてる、あれ忘れる人いないだろう代表作と必ずね挙げていただくし、そうですよ、社会現象にまですごい作品になりました ね、はい、今鬼滅鬼滅ってすごいけどさ、はい、エヴァもねすごいですよ、負けないぐらい当時は ね、そうですよ、当時だって未だにねこう続いてますけど、未だに未だに、僕エヴァンゲリオンの時もちょっと難しいなと思ったんですよ話が、はい、最初、うん、僕分かんなかったもん見て、そうですよ ね、 そうですよね、だ僕収録中もこの作品は多分あまりうまくいかないんじゃないのって言って言ってたんですよそうなんです、したらもう大人気じゃないですか、うん、で僕別の作品でも同じことあって、僕逆張りしていくと大体当たるっていう、そうなんですよ。